レイチさん、メダム指定いたしました。中山さんのポチャマキン、カッコーさんのラムレザルのチームと、イサソル、ロイソル、ヘモ、エルフルのチーム、ワンピー側、中山ポチャマキン、対、イサソル。広告で90人減りました。ありがとうございます。さあ、ジョニオさんはうちのチームの対象戦ということで行きました。これや。さて、中山さんのポチョムキンと、伊佐さんの方のそれかな。はい、面白いやつ。D、砕けるからタッシュパンから攻め継続、どかい顔差しからとね、ストレネット、ここで一気に捉えるか、ボールか、ロマキャンから攻守入れ替わってコパンで返している、バグスネ、ジャンハイを回避、四隅からファフニーのも若干性能が変わったようで、なかなか振りづらくなったが、キキャンからバースター捕まえて一気にダメージを取っていきたい、ボールか、エースボールかで返す、ガフネ重ねてからジャイアンス、ジャンハイ、ロマキャンガッツポーズ、ダッシュ武器ら捉えて、タシャイ、ジャンディ、ジャンディ、パフニール、前パン、タシャイ、ジャンディ、砕けろ、前パン、リボルバー、起きてみよう、細かく刻んで、ダッシュ武器らもう一回通す、ケチで裏回ってタシャイ、一本選手、今やってるのは、どこだっけ、タシャイ、タシャイ、足腹で差し返しているが、リバーサーボールか。リバサがかなり出しやすくなったということで、リバブリッツも含めてちょっと読みが厚いか、ダッシュボールか、強気に出してガンガン攻めていく、しかしポジガは一発からのね、中山ポジョキンも返していきたい、デコピン返し足払いカウンター、確認からジャンピー行っている、しかしボールか叩き落とし、タッシュパン、タッシュパン、グランドバイパー、中段を匂わせての下段卓、ロマキャンからパフニールつなげて、前パン、リボルバー、置き攻めは前パン、アパレスミッション狙った、ゲージはたくさんあるのでまくれる体力さ、ジャイアンツかぶせて足払いまで、もう一回バックステちょっとリバーサーを先ほどから多かったね、読んだか口投げ捕まえて、ダストはバックステ回避、ダッシュ、タッシュパン細かく刻んで、ダッシュボキラー先ほどから通る、バスト何とか返したい、ハンマーキキャンからジャンピー、ジャンケー攻撃力が上がったので、ジャンケーから距離が近めだったら ICBM がつながるようになったが、画面端ライオットで蹴っ飛ばして、勝ったのは今タレスさんがやってるんだっけ、A 番台で、あ、いや、今じゃあちょっと B バンド終わったんで、少しちょっとお待ちください。できそうなところ、今ここで D バンドに出てるんだね。B が終わった、あ、やばいやばい。はい、了解です。投げさん、投げさん、投げさん。あれ、うちのチームと負けトーナメントがどうなってるかによるんだけど、じゃこっち先やった方がいいと思う、多分早いから多分うち終わるの、はい、 B バンダイ、負けトーナメント1回戦、コンソメさんのチームと、カオンさんのチーム、 B バンダイでお願いします。さあ、で、伊佐さんのソロが先鋒戦制しておりますね。伊佐さんといえばこのカラーですよね、やはり。上海から、マイビー、D、D から、ファフニール、ここはちょっと薄い。さあ、強気に行くが、足払い返していく。レイジさんのベノムですが、ここは禁煙す、足払いから。かっこいいですね。先制した球を蹴ると、本当に、あ、自分が飛んでる球、あ、エフェクトが追加されてますね、ベノムは単純に。かっこいい。なんかね、チャージされた球になる可能性もあります。銀エース立ち合いしたら、ここで Q5。めっちゃかっこいいですよ。さあ、ここで瞬間移動。カーカス、黄色キャンセル。ダミショー。
こちらジャイアンツ先端から走ったダッシュ勝利がバックスで捉えていく打った本人が一番驚いているパターンですが、ダイヤンドハフニール、ここは足を返していく。さあ現在ですね、1回戦が終わったところで、2回戦にそろそろ入ろうかというところで、負けトーナメントも1回戦も同時進行となっておりますので、頑張って10時までに終わりなさい。パワフルですね。ここでグラウンドワイファー、ダメージに一気に運んでブリッツーボしっかり運んで KSDD から SDSD 昇竜拳落として、サーブキラ捉えて立ち合い DD コートティーナイガーカムシロマンキャンセルキルキャンセル、うわーカムシ、さあベノムが気づい、どうやって回避するか、チャフェ落としてカーカスから 2K ヒット、さあチャンス、そうね、ブリッツが怖いんで直接重ねが難しいです。ここはスティンガーエムにグランドワイファー、ゲームは楽しみだ、どこ、そうだそうだ、はい、1向こう一番奥、選択台2回戦、2回戦第1試合入っていきます。弟さん、リオンさん、サトゲさん、サトゲさんレオになってるのチームと、タロカス、オルカス、シビチーム D 番台奥でお願いします。ここ負けたら終わりです。さあラムレゼル、ラムレゼル強化ポイントは何といってもこの肌色カラーですね、めちゃめちゃやばいです、これ本当にやばいっすめっちゃ可愛いっす。画面足落として、おーっと D、ここでバースト、ニエスに対してぶっ飛ばして、ガンガン行く昇竜拳で潰して DD と決めてパーフェクト一本選手、イサソル、さっきね、いましたね、ラムレザル、ごめんなさい。さあ先方、あと 2S 発生前に投げて PSDD 昇竜拳画面足、ここ裏回ってさあめんどくさい飛ぶが、剣がですね設置した際に動いたところを殴ると剣が止まる仕様になりました。うまく拾って、ちょっとまだコンボがね、また作り直さないといけないようなところ、ちょっと稼働処理という意味ではきついかもしれません。ラムレザル、さあ引っ掛けて画面足、ドラゴンソウル、このカラーはブルー、ブリンガーから勝利権捉えてチャンスだが、ジャンパーさんの発生が早かった、無敵が乗っていましたね、勝ったのはイサソル3盾。そこしかないの、見えない。じゃあ、対戦相手どこなの、そうだなはい、A 番台平岡、ジョニオ、ニートチーム対ドラ、投げ、ロー、ノブチーム、はい、手加減してくれよな。投げさん、じゃあそっちで、はい、お願いします。 D 勝ったのは梅茶さんチーム勝ち、はい、8番はいや、ここ8番。